井原市大江町は、岡山県井原市の西南部に位置する町です。福山市に隣接しており、ベッドタウンとしての側面も持ちます。大江町の特徴は、以下の通りです。農業が盛んな地域、大江町は、農業が盛んな地域です。主な農産物は、ウコン、ニンニク、イチゴ、ブドウなどです。ウコンは、大江町の特産品として知られており、粉末や漬物などの加工品が販売されています。自然豊かな地域、大江町は、自然豊かな地域です。町内には、吉備高原や大江山などの山々が連なり、豊かな自然を満喫することができます。歴史と文化が息づく地域、大江町には、歴史と文化が息づいています。町内には、中世の山城跡や古墳などの史跡が点在しています。また、毎年7月には、嫁いらず観音院の夏祭りが開催され、大勢の人で賑わいます。具体的には、以下のような観光スポットやイベントがあります。観光スポット。嫁いらず観音院、大江山、山城跡、大江城、大江山城、大江山城北城、大江古墳群。イベント。嫁いらず観音院夏祭り、観音マルシェ。井原市大江町は、自然と歴史、文化が調和した魅力的な地域です。